皆さんこんにちは。スターシード言霊シンガー八谷清香、ホワイトタラ清香88です。今日はオリオン座カッパ星からエネルギー体として地球に遊びに来ている清カッパ姫からもらった宇宙の真理ワンネスについてのメッセージをお伝えしたいと思います。皆さんこんにちは。オリオン座カッパ星から遊びに来ている清カッパ姫です。私たちはもともと一つの存在です。分離の世界での体験を楽しみに地球にやってきました。この世界でしか体験できない人と違うということ、そして比べること、比べられること、さらにそこから生まれる様々な感情を体験しにワクワクしてやってきました。私自身の話をさせてください。私たちは本来アメーバのような姿をしています。でもこちら地球に降りてきた時に何らかのはっきりした姿になった方が皆さんとのコミュニケーションを楽しめると思ったため、今はこの部屋に存在する清香のエネルギーを感じてこの姿を形作りました。本来オリオン座カッパ星では私たちはアメーバのような姿をしています。こちらを見ていただくとイメージしてもらいやすいと思います。私たちの星では人間のような複雑な感情はありません。想像してみてください。カッパの星では私たちは一つの存在です。それが風や振動や何らかの影響で私たちの意思とは関係なくくっついたり離れたりします。私たちは常に変化しています。止まり動かなくなることは死を意味します。ですが常に周りが動き続けて他の生命とくっついたり離れたりしているので、私たちの命は永遠に続いているのです。誰か他の存在とぶつかると一つの大きな流動体になります。くっついて大きな存在になったり、ちぎれて離れたり、時には細かくなったり。ですから私、あなたという観念がありません。私とあなたはもともと一つだからです。色も変化します。黄色と青色が混ざると緑色になります。楽しいという感情はあります。誰かと出会い、ぶつかる瞬間、お互いのエネルギーが溶け合い、振動し合い、混ざり合い、全く新しい一つの存在となる時、それはワクワク、表現することのできない楽しさであり、快感であります。大きな笑い声の中に包まれているような感覚、また大きな存在の中での安心感も感じます。反対に何かの振動でもともと一つだった体が思いがけずあっという間に二つの存在に、もしくはもっとたくさんの個別の存在に弾けて分裂することはあります。その時はどこへ行くのかわからないワクワク、ドキドキ、スリルを感じます。小さな存在に生まれ変わるとき、私たちは自由になる、身軽になる、それぞれの色になるということを体験します。そしてまた風が吹いたり何かしらの振動で私たちは一つの存在に戻ります。私たちは常に変化し続けています。くっついたり離れたり、その都度大きさは違うので、前と同じ体になることは決してありません。私たちは分離と統合の流れのサイクルを1分や1秒の間に体験しています。なので私たちはもともと一つであるということをいつでも知っています。ですが地球人はどうやら忘れてしまっている人が多いようです。それは分離と統合の流れを80年から100年の長さで体験しているからかもしれません。期間があまりに長いために忘れてしまっているのです。今を楽しんでください。全ての経験を愛おしんでください。体験したくてやってきたのです。泣いて悲しんで、怒って笑って、転んで立ち上がって、また笑って、人と比べて比べられて、憧れてもがいて、出会って別れて、愛して愛されて、病気して治って、何かを学んで成長して、それを体験したくてやってきました。ですから全ての経験を愛おしんでください。そしてあなたの本質はすでに知っています。もっと楽に楽しいこと、心地よいことだけを選ぶ生き方があること、毎日毎瞬あなたは選ぶことができます。ただあなたがまだそれを望んでいないだけで、望めばいつでもすぐにそのパラレルワールドへ移動できます。すべてはあなたの